はい、どうもこんにちは、ぎゅうさんです。いつもありがとうございます。今日はですね、僕の師匠のですね、あの事務所にお伺いさせてもらいまして、突然ですね、15年前に僕が独立したばっかりの時にお会いして、こんなすごい方がいらっしゃったんだということで、もうこの人を終始ですね、その目標にしようと思った方ですね、たまたまその師匠とされる方のですね、まあいろんなビジネスが人生の上の師匠なんですね、その方が懇意にされてるっていうことでですね、あの分かってですね、本当ですかと、もしかしてお会いとかできたりするんですかって言って、いいよ、じゃあ呼ぶよって言って、いや本当さっき来られたんですよ。で俺ちょっと今ね、泣いてるんですよ、ちょっとごめんなさい。あの少しあの酔ってるところもあるんですけども、僕15年前に会社辞めて、なんか俺どうしようかと、これからどうやって生きていこうかって全然分かんなかったんですよね。その時いろんな人とお会いしてる中で、こんなすごい人って世の中いるんだと思って、俺絶対この人に追いつこうというか、少し追いかけていこうと思った人なんですよね。だから今日お会いしたの本当15年ぶりなんですよ。なんかそんな感じしないけど、で川本隆之さんっていう方なんですよね。で僕は川本隆之さんが15年前に、いわゆるそのアンソニー・ロビンズってご存知ですかね。アンソニー・ロビンズっていう方のですね、まあ、自己啓発の世界のナンバーワンですよね、コーチのですね、その方の翻訳をされている、同時通訳とですね、同時通訳僕が1番目だった、一番、はい、ですよね。その後だからその井口さんとかさ、小熊さんとかいらっしゃったと思いますけども、僕も行きました、ゴールドコースに行きました、クロスさんも行きました行きました、はい。でその時に同じようにそのロバート清崎さんとかジム・ローンさんとかといろいろ対談されてる、ちなみにクリス岡崎さんと井口明君をスカウトしたのは僕だった、はい、おマジですか、スカウトしたのが僕だった、僕あのクリスさんとお会いしてますけども、あの井口さんとまだ会ってないんですよね。だから川島和正さんとかはまあ結構知ってたりするんですけども、だから要はですね、情報商材とか自己啓発とか、もうその15年ぐらい前にブワーッと活躍してる中がですね、で僕はもうまだ会社辞めたばかりで、いや俺どうやって生活、どうやって生きていくんだろうかっていうことを模索してる時にですね、うわーっと輝いてる方だったんですよ。で今日たまたまですね、師匠と言われる方のお友達ってことで、ちょっと、あの、そう、会えるんですかと、女の会えるわって言って、ってですね、お友達どころじゃない、大親友、大親友らしいですね、バンドメンバーだし、ちょっとね、ちょっといつにない胸熱度なんですよ川本隆之さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。いや、あのね、本当、あの、僕のこの胸熱度はちょっと伝わるかなと思うんですけども、いや、こうなりたいと思ってた、もう筆頭だったんですよ、もう度肝抜かれました。そうですよね、こんなすごい人がいるんだと思って、いやいや何がそうですよね、違う、何が違う、みんな笑ってるけど要するに世の中は自分が思い描いてる、はいはい、その描いてるものになるから、はいはい、だから Q さんはなりたいようになった、はい、なりました、そういう話なんですよ、はい、その話を15年前に聞いてるんですよ。そうです、自分がなりたいようになれるんだと、そうです、そうなのかと、そうです、こんなダメな俺でもなれるのかと思ったわけ。そう、本当そう、なれちゃった、なる、そうなんですよ、うん、であれから気がついたら15年経って、俺本8冊書いてるし、まあ、今じゃあ、まあ YouTuber としてですね、まあ、そこそこなんか流し入れてるらしいんですよね。でまあ Q さんって大成功ですよ。いやそれはもう本当おこがましい話です。でもそのきっかけになったのは本当川本さんなんですよ。いや嬉しいです。いや本当、あの全然その用意書じゃなくて、あの正直ですね、はい、急にあの、はい、お招きいただいて、はいはい、まさか YouTube で話をするなんて、はい、もう予想にしてなくて、いやこれ10万人見てますね。いや本当ありがとうございます、はい、それで、はい、あの正直ですね、はい、嬉しいのは、はい、あの Q さんが、はいはい、まあ、私の話を聞いてでも本でもそれがきっかけでまあその大成功というか、その自分が描いてる理想に近づいて、で夢を叶えてご機嫌な人生を生きていらっしゃるってことが、やっぱりそれが一番嬉しいんですよ。それがちょこっとしたきっかけだったかもしれないけど、それがなんか自分が役に立てたというのかな、なんかそれはすごく嬉しいです。そのお役に立てたというか、うん、本当に感動しますよ。ちょっと勘弁してください、本当マジで、うん、泣いてる、泣いてる、いや、本当マジ勘弁してくださいよ。いや、こちらこそ嬉しいです。いや、俺ね、だからね、本当15年前ね、なんかスピリチュアルに目覚めて、なんか会社辞めたんですよ。でその時いろんな学びがあった中で、いろんな人にお会いできたんですよね、いろんなきっかけがあって。その時に、もう自己啓発も知らないし、スピリチュアルも知らないんですよね。で、川本さんという方がいらっしゃるんだってことで、俺行ったんですよ、うん、自分もなれる、なりたい人生なれるんだってさ、俺バシーンと来ちゃって、でも俺本2冊買ってさ、素晴らしい、
ほんで、でもやっぱりサインしてもらったんですよ、俺。照れる。いや、本当に本当に、水色の本と。嬉しいです。いや、本で、そっから、俺はずっとだから15年間というかですね、特に初期の段階では、川本さん、川本さんと思ってさ、で、たびたびそのいろんなウェブサイト SNS チェックして、で本も何回も読み返して、アンソニー・ロビンズの翻訳されたあの水色の本は僕バイブルですよ今でも。あれね、読みやすいし、ね。僕のね、あのね、ブログは実はずっとあってですね、今もやってますけどね、その中のおすすめ図書の中で今でも貼ってますもん。あれは名作ですよ、ね。名作です。はい。あれね、あのトニー・ロビンズ、アンソニー・ロビンズの本の中でも、はいはい、一番簡単で、まあ、あの要するにビギナー向けって言われてますけど、はいはいはい、やっぱりその日本語に、まあ、僕は漢訳なんですけど、はい、でも結構翻訳で入れてて、はい、あの自分でいじくってて、はい、ですごくやっぱり読みやすいんですよ。そうですね。うん、まあ、はい、読みやすいのは読みやすいんです。入ってきやすいし。うん、いやだから僕はあれを読んだ時に自分が見てる方向に進めるんだっていうことをバシッとしてたんですよね。例えばそのトニーがですね F1 のレーシングをするときに、ね、その壁にぶつかりそうな時に頭をグイッとやったらそこに行くんだと。そうだ、俺が見てるところって壁じゃないんだよ、見てる方向あるんだよと思ったわけ。その通りです。でもほとんどの一般で生きてらっしゃる方は、はい、まあそのバイクでも車のレースでも、はい、クラッシュしそうだっていうと、はい、その、はい、一向下ろうとするとこ見ちゃう。そうです。だからそうです、あ、クラッシュパッドが迫ってくるとか。そうです、そうです。だからそっち、だそうなんですよ。俺たちは今から漏れなくレースしてるんですね。そう、すげえバーってレースしてるわけですよ。 その時でね、トラブルとかさ、ね、ネガティブな情報ってあるでしょ。 そこに向いちゃいけないんだ。 その時に菅野さんが訳したちゃんと見たいとこ行く。そう、こうやっていくんだと。俺は常にそうやって生きてきたわけ。そうです、そうです。それが指針なんだよ最初の。でもほとんど、ね、今のコロナでもダメだなと思うとダメなことばっかり考えて、いや倒産するんじゃないかとか、だよね、それがコースだと。だけど自分はなりたい、こうするんだ、そう、自分はこっちへ行くんだって見てれば、はい、そうなるっていう。そうですよ。でそれをね、俺ねリアルで聞いたんですよ。あれ何言ってさ、俺絶対こうやって行こうと思ったの。だから俺ずっとそれを追いかけていって、今日15年ぶりにお会いできてさ、この胸熱度分かりますか、本当に。でも一番、はい、あ、私自身もね、はい、すごい思うんだけど、はい、大事なのは、はい、よく言われてるように、はい、自分はついてるとか、おうおう、そう、自分はつい、はい、あるでしょ、はい、ついてるとか、はい、ついてるとか、運がいいとか、はい、あとは自分は大丈夫、はい、なせばなる、なんとかなるとか、はい、これを思い込めてる感じ、スピリチュアルな。そうですね。だから、はい、なんだろう、根拠がなくてもいい、はい、まあ、根拠があればいいんだけど、はいはい、根拠がなくても、はい、大丈夫、なんとかなるとか、ね、はい、自分は成功するとか、ね、なんか催眠術にかかって、はいはい、思い込めてる人は強い、はい、絶対そうなる。だからそれがなりたいようになる。そうです。俺はそれだから川本さんから教えてもらったんですよ。いや、だから俺は教えてもらったんですよ。そうなんだ、今言ったことを15年前に聞いてるんですよ。もうその根拠なんかないんだと、自分はそうなりたいと思ってなるんだと、ついてるとかついてるし、運がいいと思って運がいいんだと、それだけの話、シンプルなんだってことですね。 それを、はい、多分そのビデオを見てるあなたも、まさかそんなことないだろうとか、何調子いいこと言ってんだとか、そんななるわけないだろうって思ってる人はそうなります。だからダメなんだって。嘘だろ、そんないい話なんかないとか、俺はどうせクズだとか、俺はこうなんだっていう人はなります。だからそのポジティブでもネガティブでも、自分の思ってること信じてることに責任を持たないと、その自分の描いてるとこ行っちゃうから。 Q さんはたまたま自分のなりたいっていうそこにフォーカスを入れて、いや俺そっちへ行くから、はい、って言ってたら、その15年かけてそうなってる。だから俺だからあの時菅野さんの話聞いてなかったらそうなってないですもん、うん、正直言って。今言った話を俺15年前で聞いて、そうだと思って俺突き進んでいったわけなんですよ。でも根拠なんか何にもないですよね。ただ僕あの一つ、はいはい、そのすごく褒めたい点は、はい、やっぱり心が強くて、はい、思い込めて、はい、そうなれたところが、はい、やっぱ Q さんの強みで。だから今も言ったように、はいはいはい、私がどんなことを言っても、はいはい、そんななるわけないだろうとか、そんなにうまい話ないだろう、うんみたいな、うんうんうん、ちょっといや、うん、自分は心に負けて、うんうん、やっぱ自分はダメだって人はやっぱそっち行っちゃうんですよ。だからやっぱり最終的には、ね、はい、そのジムローンも、はい、アンソニー・ロビンズも言ってるように、はいはい、どんなにいい話をしても、はいはい、ある人は笑ったり、うん、ある人は怒り始めたり、はいはい、ある人は悲しんだり、はい、同じこと言ってても解釈がみんな違う、聞いてる人は、はいはい、だから
私の話はきっかけなんだけど、はい、Q さんの解釈がやっぱ良かった、はい、いや何なんですかねそれ。でも俺はもう本当純粋に会社辞めて俺の人生これからどうやっていこうかって時にたまたまとお会いできたんですよ。その時の言葉が本当に響いて、そうだね、純粋に。で川本さんが言ってるのは俺のために言ってるんだと思ったの。素晴らしい会社、本当に素晴らしい会社。いやだってみんなそう思ってんじゃないのと思ったの、うん、それでもやっぱ Q さんが思ったから信じたからそうなってて、思わない人もいるってことなんですかね、やっぱね。いる。だから、はい、その例えば50人でも100人でもいて、はいはいはい、Q さんのように、はい、いやこの話は俺のためだろうって聞いてる人もいれば、はいはいはい、あ俺は全然関係ない、俺には関係ない話だなとか、はいはいはい、いや私は無理とか、みんな解釈が違う。なるほど。だからやっぱ Q さんは15年前に、はい、その話を掴ん で、はい、で自分のものにして信じるものは救われるじゃないけど、はいはい、今があるみたいな、その15年やっぱり思ってる、なりたいようにフォーカス当ててそっちへ来たみたいな、ね、だからやっぱり素晴らしいんですよ。いやだからその思いっていうのは今でもそうなんですよ、うん、だから俺は今でもやっぱりね、その師匠の方とかですよ、川本さんとか、そう教えてもらったことはやっぱり今でも見返してますね。それは原点であり、ベスト、全てなんですよ、僕の中では。だからいろんな学びがありますけども、だから物事ってシンプルだなと思いました。結局自分がなりたいと思ってこうなるんだと思って、で今俺これ撮ってるけども、で俺も15年経って、まあ、YouTube やってます、本発冊出します、まあまあ、 思い描いたなってますよね。でもこれを見た時に、でこれ俺のために言ってるな、私のために言ってるなと思ってる人がおそらく1年後2年後そうなるんだなっていう。でそれで何か俺のように、看護さんが俺に与えてくれたように、何かそれ人の人生を変えるきっかけを与えられたらなっていうふうにちょっと思うんですよね。信じるものは救われるんです ですよね。だから信じた方が得です。な、全く眉唾だろうとか、はいはいはい、疑う力は全てを壊しますですね。疑う力は全てを破壊して、はい、あなたにとって得な話じゃない。なるほど。だから自分の都合のいいように信じる力、はい、これが一番だと思うですよね。本当にだからそれは川本さんだから英語喋れるしとか、ゆうさんだからじゃないんですよ、ね、じゃないんですか。ここが肝心で、だから都合よく解釈して、はいはい、自分の都合のいい未来を信じられる人が強いです、はいはい、それを15年前に聞いて、俺そのまんま来て15年経ちました、はい、今このここですってことですね。そういうことです。不思議ですよね、人生って本当に不思議ですね。不思議、本当にだけど、はい、そうなってる。いや、まあ、本当にそうなってる、その、まあ、というわけで、いやちょっともう言葉でね、もう俺のこの今のちょっと胸熱なところをちょっと分かっていただけるだけでね、すごくいい話ができたんじゃないかと思います、ね。まあ、これからもなんかいろいろご縁があったら、ね、嬉しいですね。嬉しいですよ。僕も今日15年ぶりにお会いできて嬉しいですよ。また何かありました、はい、ぜひ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 。いや、いや、やっぱりみんなはやっぱりハッピーにしていくようなね活動をお互いやっぱり僕も川本さんを追いかけてこれからやっていきたいと思います。本当に Q、はい、さんがそうだったのに、まあ、これ本当にね、はい、きっかけで、はい、なんか素晴らしいあなたの人生がきっかけでね、はい、より良い、一応人生で一番大事なことはやっぱり幸せであることなんです。本当に、はいはい、もちろんお金があればいいし、健康であればいいし、うん、仕事が成功していればいいですけど、でもやっぱり幸せじゃなかったら意味がない、はいはい、幸せな人生をぜひですね、はい、自分なりね、ということです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございました。あなたの人生を最高傑作に。